第11代ハミルトン公爵ウィリアム・ハミルトンは、イギリスの貴族、政治家。1819年まで、アンガス・伯爵、1819年から1852年まで、ダグラス・クライズ・デール公爵の儀礼称号を使用した。1811年2月19日、第10代ハミルトン公爵アレグザンダー・ハミルトンと、その妻スーザンの長男として、 ロンドングローブナープレイスに生まれた。イートン校を経て、オックスフォード大学、クライストチャーチへ進学。1832年11月にバチェラー・オブ・アーツの学位を取得。1833年から1835年にかけてフリーメイソンのスコットランドグランドロッジグランドマスターを務めた。1843年には、バーデン大公カールとナポレオン・ボナパルトの幼女。 ステファニー・ド・ボアルネの間の娘であるマリーと結婚した。ボナパルト家と遠赤関係になったことで、フランス皇帝ナポレオン三世に皇遇され、主にパリで生活するようになった。1846年から死去まで、ナイト・マリスカルを務めた。1852年8月18日に、父が死去し、第11代ハミルトン公爵位を継承し、貴族院議員に列した。 1852年から死去まで、ラナークシャー知事を務めた。1863年7月8日、フランス・パリ、黄金の家での転倒事故で死去した。1852年8月18日に、父、アレグザンダーの死により、以下の借位を継承した。1843年に、バーデン大公カールとナポレオン・ボナパルトの幼女。 ステファニーとボアルネの間の娘であるマリーと結婚し、彼女との間に以下の三子を設けた。ありがとうございます。